宮城県道26号気仙沼唐桑線は宮城県気仙沼市を通る県道である。気仙沼市の国道45号と同市の東南部にある唐桑半島とを結ぶ。気仙沼市松崎馬場を通る国道45号気仙沼バイパスより分岐して東へ向かい、東浜街道に沿って気仙沼市役所前や気仙沼港のある市街地を通り唐桑半島の末端にある 三崎神社まで半島を縦断する県道路線。東日本大震災により被害を受けたモーネ、ウラチックはより標高が高い防災集団移転住宅団地へのアクセス路として東モーネ復興道路の整備が進められている。2011年東日本大震災により気仙沼線の駅舎及び線路が被災したため BRT で仮復旧した際に当県道上に 南気仙沼駅、松岩駅の駅が設けられている。気仙沼市街と元吉郡唐桑町を結ぶ路線は、何度か区間、路線名が変更されている。2004年、モーネ港区の一部区間が、モーネバイパスとして開通した。残り区間は、住民アンケートの結果、宮城県道239号場はただ、腰線ただ腰バイパスを優先整備することにし事業を休止した。 2011年休止中であったモーネ浦マを復興予算にて事業化、防災集団移転事業や漁港のアクセスに配慮したルートに見直し区間内に340メートルのトンネルを新設する。事業区間は1.7キロメートルとなり、完成は2015年度予定。未事業区間である波板唐桑町モーネ間の事業についても復興予算にて整備予定。 ただ着手の時期は流動的ではあるが、モーネバイパス完成後の2015年度以降を予定。気仙沼市街地と唐桑半島を最短で結ぶ道路ではあるが、途中の気仙沼市老板の宮城県道218号、大島老板先行店から石割峠を越え、気仙沼市唐桑町裏のモーネバイパスまで未改良区間で、強章、急カーブ、急勾配の連続で、 大型車の通行禁止区間である。ケゼンルマシア海は付近本路線が縦断する、唐桑半島は、三陸復興国立公園の中にある。ありがとうございます。